落合博満はとにかく練習に対してこだわりの強い人物として知られています。現役時代は必要なことしかやらないと堂々と公言し、世間からは落合は練習をしていないと噂されていたこともありました。今回の動画では落合の練習に対するこだわりや考え方を紹介するとともに、落合の指導を受け大きく飛躍した選手のエピソードについても触れていきます。本当は練習の虫だった落合。落合は現役時代から取材などで、どんな練習をしているのですかと質問されると、練習なんかしていないよ、酒飲んで寝るだけとはぐらかすことが多く、野球選手らしからぬおっさん体型も相まって、この言葉は長く信じられてきました。しかし落合の著書には、生活のすべてを野球に捧げ、誰よりバットを振っていたことが記されており、なぜ練習していないと言い続けていたのかについては、私は決して練習をしなかったわけではない。むしろ他の選手の何倍もバットを振ってきたことは、これまでに何度か書いてきたと思う。だが同時に、どんな練習をどれくらいやっているのかなどということは、ファンやメディアに対して語る必要もないものだと認識していた。加えて、自分のためにしている鍛錬は必要なことであって練習ではないと捉えていたから、練習に関する質問を受けてもしていないよと答えていたのだと答えています。ちなみに落合はその後、王貞治から、落合君、自分は練習をしないということは対外的に言わない方がいいと諭されてからは、練習をしていないなどの発言は行っていません。そして指導者になった落合が選手に求めた練習といえば、量とコツを覚えることを求めました。さらに落合は、野球を通して身につけた哲学はありますかと質問されると、まあ練習は嘘をつかないってことなんだろうねと答えています。ここでの練習については、質と量が大事と語り、自分に合った練習をどれだけ長く継続してやりきれるか、が大事だと語りました。自身の現役時代も同じ考えで練習に臨んでいたようで、自分に合った練習法を探すのは至難の業であるとしながらも、落合がそのコツをつかんだのはプロ入りしてから5年目くらいからじゃないかな、ある程度プロ野球に馴染んできてからだと思うと振り返っています。落合は三冠王を初めて獲得した頃から、練習で速球を打つ練習をほとんど行っていません。70キロから80キロくらいの緩いカーブマシーンを相手に練習を行っており、この打撃練習もキャンプの序盤からではなく、中盤以降に下半身ができてからしかバットには触りませんでした。落合の中では、バットを握ればいつでもある程度の動きができる自信があったので、キャンプの前半はゴロのノックをひたすら受け続けることで下半身を鍛え上げていたのです。またカーブマシンを打ち続けることについて、落合は、間の取り方じゃないのかな。球速は70キロから80キロくらい。遅いボールの方が自分の間で打てるっていうことなんだろうと思う、と語っています。落合はコツをつかむまでにはとにかく豊富な練習量を必要とし、振り方の悪い奴は30分もすりゃ慣れるんじゃない？俺らみたいにこうやって軽く打って小指から畳んでいくっていう打ち方する奴は、ボール当たる時だけこうやってキュッと握ってやるって奴は、1時間以上振ったってくっつくということにはならないけど、その域に達するまでは俺らも30分1時間を超えてそうなったもん。その後はいくら2時間3時間振ってもそうはならなかった。振り方のコツってのもあるんだもん、と語りました。そしてこの3時間振っても落合からの指導で徹底的に叩き込まれたのが、当時横浜に所属していた田村仁だったのです。落合の指導で素質が開花した田村。1994年のドラフト4位で横浜ベイスターズに入団した田村は、入団から2年にわたってみっちりと基礎体力の向上を目的とした練習に取り組んでいました。打撃練習で時折規格外の飛球を見せる田村を首脳陣は、こいつが物になれば3番ライトに10年は困らないと評価しており、
入団から2年目の1996年オフの教育リーグで本塁打、打点の記録を樹立し、翌年の開幕戦で公式戦初出場を果たします。その後田村は4月中に初ヒットと初ホームランを記録し、一軍定着に向けてアピールを続けましたが、試合中のアクシデントにより右肩の腱板を断裂する大怪我を負います。この怪我は肩にボルトを4本入れるほどの重傷であり、田村は怪我の直後にもうまともに野球ができないかもしれないと感じるほどでした。この年にもし田村が一定の成績を残していれば、優勝する翌年の1998年は外野に固定するプランもあったため、同じ右打ちの外野手である中根仁は、田村は自分から見ても物が違っていた。反対方向にも大きな当たりを打てるので、怪我をしていなかったら1998年の優勝メンバーに加わっているはず、と当時を振り返りました。田村は約1年半にわたるリハビリを経て、2000年頃から代打などで少しずつ復帰を果たします。当時の横浜は1998年の優勝メンバーに続く若手の育成が急務であり、2001年から指揮を取っていた森正明は田村をレギュラーとして育成したいと考えていました。そのため森は2001年のキャンプ前に自ら落合に連絡を取り、若手の打撃を見てほしいと臨時打撃コーチとしての依頼を行います。落合は森からの依頼について直に頼まれたと語っており、この期間に指導した選手で印象に残っている選手については即座に田村の名前を挙げています。当時田村の打撃は怪我した右肩から右手にかけてをかばうようになっており、その間に鍛え上げた左腕主導の打撃を行っていました。田村自身は右肩を怪我している間にも左腕だけでもずっと練習はしていましたから、それでさらに飛距離が伸びました。怪我をしたおかげというのはおかしいですけど、それでレベルが上がりましたと自信を覗かせていましたが、落合にとっては右サイドをほとんど使わないようなフォームに欠陥があると考えていたのです。また落合は田村にプロとしての絶対的な体力が不足していると考えており、とにかく振らせて体力とフォームを身につけさせることを指導方針としました。当時を振り返った落合は、時間的に一番時間を使ったのは田村だよ。あとはグラウンドでそこそこのことは何人かの選手には指導はしてると思うんだけども、一番記憶に残っているのは田村と語っており、一番時間をかけた理由については何だろうね。たまたま田村を見てくれって言われたのかもわかんない。田村は自分でブレーキをかけちゃうっていうそういうタイプの選手と表現しました。落合の田村への指導は苛烈を極めました。練習開始直後から付きっきりの指導が開始され、T 打撃中は1球ごとに落合からの指導が入ります。さらに全体練習が15時過ぎに終了すると、すぐに落合と田村は室内練習場に移動してマシン打撃を開始。通常の特打でも30分も続ければヘトヘトになる練習を田村は落合の許しが出るまで延々と続け、その時間は3時間近くにも及んだといいます。田村は途中から意識朦朧としており、まさに無我夢中でスイングを続けていたと振り返っています。この追い込みとも言える練習について落合は、田村はあっち痛いこっち痛いって言ってね。持ってるものは素晴らしいものを持ってたんだよ。それを期待しながらやるんだけども、シーズン中、あっち痛い、こっち痛いって言って休みがちっていうような選手。体力不足って言えば体力不足なのかもわかんないけどね。と語り、練習前に落合は田村に、これからやる練習お前ついてこれるか?と尋ねていました。落合からの問いかけに対して田村は、大丈夫ですと即答したことから、落合は、じゃあやれるもんならやってみろと声をかけ、3時間くらいバットを振らせた記憶があるけどね。フラフラになって出てきたと思うよ。休みなしだから。と練習の様子を振り返りました。一方の田村は、落合からの指導を受けるまでは、
同僚のロバート・ローズの打撃フォームを参考にしており、バットの握りから構えた時の重心の配分までローズ仕様を採用していました。田村はローズからの指導をバットをもらって握り方はこうだぞと教えてくれたんですと振り返り、現役の晩年までローズと同じ形のバットを使用していました。しかし落合から田村はその打ち方で何時間も打てるのかと問いかけられ、質問の意図がわからないままに練習を開始します。そして田村は実際に付きっきりでスイングしていたら疲れてやっぱり振れなくなってしまうんですよね。するとだんだん自然な立ち姿になっていって、最終的には落合さんと同じような神主打法のようなフォームになり、それだと教えてもらいました。シンプルで効率のいい動きを学ばせてもらいました。と3時間近くバットを振り続けたことで、落合の現役時代に近い神主打法のフォームに行き着いたのです。田村は自然と行き着いた手の位置やスタンスが今までのフォームとはまるで違い、手はやや下がり、スタンスはかなり狭くなりました。翌日新しいフォームで打撃練習を行った田村は、以前よりも打球の伸びが違うことに気がつきます。練習を終えた田村は、新しいフォームはスタンスが狭くなってなんだか頼りないなと思っていたんですが、外で打撃を行うとスピンの効いた打球が飛ぶようになって、パチンと捉えたライナーよりも飛距離が伸びていたんです。と早速効果があったと語ります。落合は田村に対して、体が本能的に自分にとって一番楽なスイングをさせるとの持論を説き、田村はこれを一つのコツとして掴んだのです。その後田村は2003年に18本塁打を記録し、2004年には在籍した外国人も含め、球団史上初となる3割40本100打点の記録を残し、大きな飛躍を遂げました。田村は、落合からの教えがなければ、22年もの現役生活を送ることはできなかったと語り、今でも足を向けては寝れませんと感謝の言葉を口にしています。落合が田村の指導を行ったのは、今から20年以上も前のことですが、今でも落合は技術の習得に加え、怪我についても練習量の不足が原因と信念を曲げていません。肉離れは練習不足。落合は昨年シーズン中の怪我のリスクに関して私見を述べています。あるテレビ番組で落合は開幕から30試合後の所感を求められ、ちょっと怪我人が多いかなという気がしますとの感想を漏らしました。昨年の開幕直後は巨人の坂本勇人、菅野智之や日ハムの近藤健介などチームの主力メンバーに怪我人が相次いでいました。この状況を落合はゲーム中にデッドボールとか自打球という不測の事態で抹消するケースはあると思うけど、例えば肉離れとかはちょっと練習不足かなという気がしますねと指摘。番組では落合が監督時代に選手へ猛練習を課していたシーンが映し出されると、ここでも練習は嘘をつかないと断言し、昔からの格言の通りでシーズン通して休ませたのはオールスターの2日間だけ、あとはベテランも若手も移動日でも必ず練習させていましたから、技術を上げるとともに体力的に強化していくことが主体だったと説明しました。また落合は夏場以降にレギュラーをうまく休ませながら運用する昨今のベンチワークについても、レギュラーであれば疲れをどうやって克服していくかというノウハウを持っている、ベテランは後半になったら3打席4打席経ってベンチで休ませるような方法を取ることもあるけど、出続けるということの方が大事だと思うと語り、疲れているから休ませることは私は反対ですと言い切りました。そして最後に落合は、一回休んでしまうと体がそれに慣れてしまうので、その後9回まで行けとなったらものすごくしんどい思いをしなければならない。野球選手は本能で動きますから、無理だなと思っても
本能で行っちゃうと怪我をするリスクが高まってくる。できるのであれば休ませたくはないですよね。と語り、場を締めました。現役時代から現在に至るまで、落合の練習法は、まずは体力強化を目的として量をこなし、その中で自分に合う練習法を見つけると一貫しています。今シーズンから阪神の監督に復帰する岡田彰布も、最近の選手には投げ込み、走り込みの込みが足りないとも語っており、一流選手への近道はやはり猛練習なのかもしれません。